はいどうも銀です。今回はかなり飼育者向けの解説動画になると思います。というのも今回紹介するのは学名をデコラランプラフリゲンシオイ、和名ではゲンゴロウゴキブリという超飼育難関種の飼育方法、類代のさせ方を徹底的に解説していきます。本種の継続的な類代は多分僕しかできてないんじゃないかなと思い動画にしました。僕から購入していただけた方には飼育方法を説明していましたが、動画付きの方が多分分かりやすいですよね。それで今回の動画は本種の紹介はほぼしないので、飼育者以外の方には退屈な動画になってしまうと思います。ごめんなさい。それでは解説に移ります。本種の飼育にはかなり高い湿度と通気性を求められます。高い湿度がいるというのは割と有名な話だとは思うのですが、加えて通気性が必要です。自分は数が増えたので衣装ケースで飼育しているのですが、蓋のほとんどをくり抜いて不織布をつけています。小さいケースで飼育する時も極力通気性のいいケースにしています。ですがその場合だと湿度を維持するのが大変です。なので自分は保水性の高いココピートに水苔を混ぜて飼育しています。それと基本的に樹皮やコルクの下にいるのですが、数が増えると少ない樹皮の下にぎゅうぎゅうに身を寄せてしまうので、樹皮の他にハスクチップを散らしてその隙間にもしがみついてこられるようにしています。そしてここが一番重要なのですが、ケース内の汚れにかなり弱いです。腐葉土で飼育している人は腐葉土を使って湿度を維持することでケースが汚れてしまい落としているように思います。ココピートならかなり清潔に飼育できるのですが、念のためシロワラジムシなどのワラジムシと共生させています。ですがワラジムシの割合が増えても落ちてしまいますので、適度な掃除とワラジムシの間引きが必要です。食性としては本当に何でも食べます。そしてかなりの大ぐらいです。数が増えるとクヌギ樹皮は表面だけ残してペラペラになり、コルクはどんどん小さくなっていきます。それに動物性タンパク質もどんどん食べるので、日配のハムスターフードなどをなくならないように与えてください。あとは昆虫ゼリーも好んで食べますので与えてあげてください。ココピートもかなり食べているので、掃除の際に細かくなったものを捨てて代わりのココピートを足しましょう。潜る種類でもあるし、保水の意味も含めてできるだけ床材は持った方がいいと思います。ココピートの濡れ具合はこんな感じです。この濡れ具合を常に維持しましょう。湿度は26から30度以内をキープしています。高湿度で飼育するとこの湿度では蒸れる可能性もあるので、やはり通気性が必要になってきますよね。はい、この方法で僕は溢れるほどに増えました。もしわからないことがあればコメント欄でどんどん聞いてください。非常に変わった見た目をした面白いゴキブリですので、ぜひみんなで増やしていきましょう。動画は以上となります。それでは皆さんも良き寄虫ライフを。バイバーイ。